7つの物語は連続しているものではない。それぞれの登場人物の感情のみが一致し、それを除く時間と空間が少しずつずれているのだ。彼らのいる世界に関連性はないが、彼らの言動のみが一貫している。つまりこれは役者の物語である。彼らは役者同士の関係を一致させようとし、それは物語の破綻あるいは曲解へとつながっている。匿名劇団第1回作品 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。